今回の鬼ヤバちゃんはふわとさん。非常に恰幅のいいこの女性、会社やプライベートで何かとストレスを抱えているようですね。その日常をちょっと覗いてみましょう。ブラックチャンネル。ふわーと。はい。なんでお前こんなミスするんだよ。すみません。お前さ、飯食いすぎで頭に血がいってないんじゃねえか。いえ。暑苦しいんだよ。気をつけます。お前今度ミスしたらクビだからな。あいつまた怒られてる。でも気にしてないんでしょ。あんなに怒られたら私ご飯喉通らないもの。確かに。ストレス。そくそくそ、みんなして私のことバカにしやがって。私が太ってるのはお前らのせいなんだよ。食ってストレス発散するしかないんだよ。じー、ふわとさん、ちょっと食べ過ぎですね。はい。中性脂肪の数値と血糖値が非常に高くなっています。はい。このままだと糖尿病や動脈硬化、脳卒中など危険な病気になってしまいますよ。適度に運動をして食べ過ぎを控えてください。あのヤブ医者ふざけやがって。何が体年齢100歳だよ。不安ばっかり煽りやがって。でもさすがにダイエットしないとか。おやおや。じー。きつい。まだ3分しか走ってないのに。もう無理。ジョギング中止。ゲームならできるよね。結構きついのね。もうやめたい。くそ、運動も続かない。なんでだよ私のバカバカバカ。鬼ヤバですね。じー。ダイエット食品。やばい、10キロも体重増えてる。また会社でバカにされる。病気になる。でも食べるのやめられない。食べるのは私の唯一の楽しみ。やめたらストレスで死ぬ。そうだ、ダイエット食品を食べればいいんだ。糖質オフの食品と特保の飲料、脂肪と糖の吸収を抑えるサプリ、これだけ買えばバッチリね。これで太らずにストレス発散できる。最高。全然体重が減ってない。それどころか増えてる。くそ、ふざけんな。あんたのとこのダイエット食品全然体重減らないじゃない。お客様お静かに。こんなの詐欺じゃねえか。そう申されましても、当店の商品は糖質が控えめに作られていたり、脂肪の燃焼をサポートするものでございます。どういうことよ。食べ過ぎてしまったり運動をしていないと意味がありません。は？食べ過ぎ？なんで食べ過ぎだと思ったんだよ。この体型からか。私が太ってるからそう思ったんだろ。バカにするな。お客様、どんだけ食っても痩せる食べ物持ってこい。お客様、そのようなものは当店に限らずございません。ありますよ。え？悪魔と激痩せ契約。本当にあるの？どんなに食べても痩せるダイエット食品。ありますよ。な、自己紹介が遅れましたね。俺ちゃんはブラック、悪魔系 YouTuber です。こちらは相棒のカメラちゃん。じー、自己紹介とかいいわよ、早く見せてよ。こちらヘルシュです。え、美味しそう。これで痩せられるの？はい、どれだけ食べても安全、確実、絶対に痩せられます。
そこまで言われるとなんか怪しいわね。そうですか。でもこちら無料での提供なんですよ。ただなら仮に効果がなくても損はしないでしょ。確かに。でもなんで無料なのよ。あなたのこと取らせてもらいたいからです。取る？俺ちゃん YouTuber なので。モニターみたいなこと？ですです。それくらいならまあいいか。ではこちらにサインよ。サインと。ディールジー。これで痩せられるのね。1点だけ使用上の注意が。何？1日1食はヘルシュを食べること。これだけは守ってくださいね。そんなの簡単じゃない。カッカッカ。では健闘を祈りますよ。ジジイ。ダイエット成功。マジで超痩せてる。ヘルシュさえ食べていればどんなにどか食いしても痩せられる。あー最高。ふわーっとあ、はい。この企画書よくできてるじゃねえか。ありがとうございます。お前痩せてから絶好調だな。しっかり頭に血がいってるんじゃねえか。面白いこと言いますね。よし、この企画のリーダーお前に任せるわ。あいつなんか変わったよね。ちょっと痩せたからって調子乗ってるんじゃない？なんか変な痩せ方よね。怪しくない？あんたたちくだらない話してる暇あったら仕事した方がいいんじゃない？はあ？感じ悪。ふわとさん絶好調ですね。ブラック、あんたのおかげで毎日ストレスゼロよ。それは何よりです。じー。おいフォト、会食行くぞ。はい。今日は大事な接待だからな、よろしく頼むぞ。わかりました。はあ、疲れた。まさか会食の後3次会まで行くとは。もう食べて飲んでお腹いっぱい。そうだ、ヘルシュ一回くらい食べなくてもいいよね。なにこれ、これが私？解約手数料。やっぱりここか。どなたですか？に？私よ。かか、ふわとさんでしたか。ずいぶんと大きくなられて。笑い事じゃないわよ。なんなのこれ、急に太ったんだけど。契約違反ですね。昨日ヘルシュ食べました？食べてないけど。言いましたよね、1日1食は食べてくださいと。そうしないと今まで食べ物を食べた分全て体重に返ってくると契約書に書いてあったでしょ。そんなの知らないわよ。解約して。本当にいいんですか？頭に血が上ってません？うるさいわよ。解約、解約して。では解約の手続きを。かっかっかっか。なんなのここ。契約期間内の解約の場合、違約金が発生します。いくら？人間界のお金に換算すると666億円くらいですかね。そんな大金持ってないわよ。ですよね。ではその大量にお持ちになっている脂肪で洗っていただきましょう。あんた何言ってるのよ。あなたのお肉、油がたっぷりで魔界で高く売れそうなんですよ。何？何するつもり？解体よろしくお願いします。ちょっと！ご安心ください、命までは取りません。脂肪をいただくだけです。じー。そのノコギリで？解約料金も払えて痩せられて一石二鳥ですね。カッカッカ。やめて。動画を気に入っていただけたらチャンネル登録高評価よろしくです。次の鬼ヤバなテーマは君かもしれませんよ。